ブレムミュアエ人。ギオムルテテュの地図よりブレムミュアエないし、ブレムミュエス人とは空想上の生物であり、古代ローマ時代にリビアの砂漠や古代エチオピアに生息していたとされる異形の人種、アケパロイとも呼ばれる。名前はあるラテンの著述家が命名したことが始まりとされる。アケパロイについてはヘロドトスの歴史に記述が見られる。 古代リビュアの民族からの伝聞によれば、その東の辺境に住んでいたという、交渉によればそれは、リビア砂漠異星のオアシスに所在した。ブレムミュアへという、頭部がなく、胸部から腹部にかけて、顔がある民族については、プリニウスの博物誌に言及されている。これは古代アイティオピアの一種族と記述されているが、すなわち古代エジプト伊藤遺南。 ヌビア近辺に出現したものと考えられている。1493年に出版された、ニュルンベルク年代記に描かれたブレムミュアへの差し絵ほか、ニュルンベルク年代記には、ブレムミュアへの図版が収録されている。また、南東アジアから北アフリカにかけて、ブレムミュアへとの故障はなくとも、同様の頭部が存在しない人間の伝承がある。中でも、ティルベリのゲルーアシウス蝶、 皇帝の勘下の第75章、昔ラ人種で紹介される首なし族は、エジプト近辺に生息し、3メートルを越す巨体で、体は金色の光沢を帯びていたという。また、東方旅行記などの書物にも、ブレムミュアへと同様の頭のない異形の人種についての言及がある。アレクサンドロス物語にも、ブレムミュエスビトが登場するが、この物語における、 ブレム・ミュエス人の描写は顔が胸にあり、剛毛に覆われているため歌詞が見えない金色に輝く、巨人といったものに変容している。ジョンマンデビルのような旅行記作家がブレム・ミュエスを目撃した胸の発言をしている。これらの目撃談はアメリカ大陸の探検家に影響を与えた。ありがとうございます。